それでは、プレゼンテーションとスライド作成のコツということで、スクリーンキャストを始めたいと思います。今回担当しますのは、EM アライアンス教育班、名古屋エキサイ会病院救急科の安藤博隆です。よろしくお願いします。早速進めていきます。まず、プレゼンテーションということですけども、私たち医師は、プレゼンテーションの機会が非常に多いかと思います。患者さんのことを、救急医から専門医にコンサルトするのもプレゼンテーションです。また、患者さん自身へ病状を説明するのも一つのプレゼンテーションかと思います。他にも、研修医向けの勉強会、院内院外での、講習会、講演会など、非常にプレゼンテーションの機会が多いかと思います。そこで今回は勉強会スタイルのプレゼンテーションということに焦点を絞って少し紹介をしたいと思います。プレゼンテーションを行うときに最も大事だと言われているのが準備です。準備以外にも内容やテクニック、会場のことなどいろいろと考えることはあるんですけども、上手なプレゼンテーション、魅力的なプレゼンテーションを行うには、入念な準備が必要だと言われています。例えば、アップルの CEO、スティーブ・ジョブズという人は、新商品発表会の前に、必ず非常に入念な準備を行うと言われています。どれぐらいの準備をするかと言いますと、たった5分間のデモに対してでも、数百時間準備をすると言います。また、リハーサルを丸2日間行い、そのためのリハーサル室を特別に作るということもしたと言われています。それぐらいの準備を行うことで、非常に魅力的な、聴衆が聞きたくなるような内容のプレゼンテーションができたと。こういうふうにも言われています。プレゼンテーションの準備を行う上で重要なポイントを 5W1H 形式で示しています。5W の方は Why、Who、What、Where、When、そして How になります。プレゼンテーションはそもそも何のために行うのか、その目的は一体何なのかということ。ターゲット、話をする相手は誰なのか、そして内容、何をプレゼントするのか、どこでプレゼンテーションするのが良いのか、そしていつどういうタイミングで行うのが良いのか、どのように行えば効率が良いのか、ということを準備いたします。最初の Why、プレゼンテーションの目的と、いうことですけども、これを2つのことで考えてみたいと思います。1つは、プレゼンテーションは相手を説得するものであるという考え方があります。もう1つは、プレゼンテーションは相手の行動を変える、行動変容を起こす。このように考えることもできるかと思います。説得ということは、自分の言いたいことを言うということになるでしょうか。一方、行動変容させるためには、相手の状況に合わせて、相手に合わせて言い方を変えないといけません。自分の言いたいことを言えば、聞いた相手は一通り分かったというふうになるかもしれませんけども、内心では、いや、そうではないと思っているかもしれません。一方、行動変容を目的にして、相手に合わせて言うことで、明日からそうしようという心に変わり、相手の行動が変わります。ここまで来ることが、プレゼンテーションの本来の目的ではないでしょうか。一方、ターゲットとなる相手はどんなものなのか、これについても少し考えてみましょう。今、プレゼンテーションをしている相手、その相手がどういう人物なのか、あるいは人たちであるのか。例えば、理解力はどうでしょうか。その分野の理解力もそうですし、
日本語あるいは英語の理解力においても差がないでしょうか。年代、趣味や思考、まあ、そういったところも相手に合わせていく必要があります。また男性になら分かる話、女性になら分かる話、あるいは両方に分かる話というふうに分けて考える必要もあるかもしれません。相手の職業はどうでしょうか。研修医に対してプレゼンテーションをするのか、看護師を相手にプレゼンテーションをするのかで、内容は変えないといけません。相手が医療関係者でない場合、一般の方である場合は、なおさらです。専門用語を控えて、一般の方でも分かるような表現をしないといけないです。さらに、相手の現在の心理状態、そこまで配慮できるとさらに良いかもしれません。相手がどういう感情を持って今話を聞いているのか、そこに訴えるにはどのような言い方が良いのか、ということもあると思います。さらには相手の体調にまで気遣いができると良いかと思います。研修医を相手に勉強会を行う、その時間帯が早朝である場合、場合によっては、みんな眠たい目をこすって忙しい中集まってきているかもしれません。そういう相手をターゲットとする場合には、どういうプレゼンテーションがふさわしいのか。あえて眠たい目が覚めるような話になる。あるいは、非常に印象的なエピソードから始めるなど、工夫が必要かもしれません。こういったことを考えつつ、内容や構成を考えていくのが重要です。何を伝えるのか、どこでプレゼンテーションを行うのか、どういったタイミングが良いのかについては、今回は時間の関係で割愛させていただきますが、勉強会の設定で特定の会議室を使って、決まった時間帯で行うということにさせていただきます。プレゼンテーションで使用するときに、スライドを使うことが多いと思うんですけども、そのスライド作成ソフトの選択についても少し触れておきます。有名なものとしては、PowerPoint と Keynote があります。PowerPoint は Windows でも Mac でも両方でも使えます。非常に汎用性が高いソフトです。時折学会発表などで使われることもありますけども、規格が統一されていまして、2010年版の PowerPoint 対応ですと。それに合わせて作るようにという指示があったりしますので、その点は確認が必要になります。一方、Keynote は Mac 専用のソフトです。しかし、PowerPoint のファイル、PPT ファイルと言いますけども、そのファイルを読み込むことが実は可能です。一方で、PowerPoint を使って Keynote のファイルは読み込むことができませんので、ファイルを誰かに渡すときには、不向きになります。自分でキーノートを使って発表する場合には特に問題はありません。その他にもいろいろなソフトが出ています。さて、スライドを使ったプレゼンテーションの原則を少し話します。ややもすると、スライド作成に一生懸命になって、スライドが中心のプレゼンテーションになってはいないでしょうか。果たして主役は一体どちらなんでしょう。集まってきた人たちは、あなたの話を聞きたいのか、それともスライドを見に来たのでしょうか。間違いなく、スライドが中心ではなく、演者であるあなたが中心だと思います。そのことを忘れずに、スライド作成をしてください。ここで少しテクニックをお伝えします。パワーポイントの機能として、ブラックアウト機能というのがあります。これはキーボードの B ボタンを押すと、画面が真っ暗になります。ちょっと一度やってみます。画面が真っ暗になりました。こうすることで、今話をしていますけども、話をしている相手に集中することができます。もう一度押すと、元に戻ります。こういう機能がついていることからも、
プレゼンテーションの中心は、本当はスライドではなく、演者であるあなたであるということを思い出してください。まあ、この機能は他にも、少しテクニックありますね、紹介します。B ボタンの他に W ボタンというのもあります。これを押しますと画面が真っ白になります。暗い会場で演者に集中させたいとき、まあ、そういうときには W を押せば明るい白い画面で画面が消えます。他にもスライドのジャンプ機能というのもありまして、数字のボタンとエンターキーを押すと、その番号のスライドにジャンプできます。例えば、1とエンターを押してみます。一番最初のスライドに飛びました。自分が質問を受けたときに、あのスライドはこの何ページ目にあったなということを覚えておけば、そのスライドに一気にジャンプができます。覚えておくと、今のページにも一瞬で戻れます。非常に便利な機能です。他にも、いろいろな、機能がありますけども、これはヒントというものの中に実は入っています。Mac 版の PowerPoint では、スライドショーを表示しているときに、ヒントという画面の左から3番目にヒントというのが上の段にありますけども、そこを押すことで表示ができます。Windows ではスライドショーを表示しているときに画面を右クリックするとヒントというところが出てきます。スライドでプレゼンテーションを行うときには3の法則に注意をしましょう。これは3の法則を守ると非常に分かりやすい、読みやすいスライドになると言われています。1つ目が要点は3つまで。行数は3行。使う色は3色までと。この3つを守ると非常に綺麗な、まとまったスライドになると言われています。このことは覚えておいて損がないと思います。スライドの最初では、どういったことを話せばいいでしょう。まあ、そのことをつかみと言います。英語ではフックと呼ばれています。例えば、質問型。会場にいる人に対して質問を投げかける。あるいは、突然自分の秘密を打ち明ける。または、インパクトのある演出から始める。動画で始めるとか。また、ストーリーから入る。というのも手です。これらを使うと、集まってきた人たちの気持ちを一気にと掴むことができます。ストーリーから入るのは、実は我々はよくやっています。例えば、症例検討会は、最初はストーリーから入っているはずです。原病歴を表示します。原病歴とは、ストーリーです。そのストーリーを聞きながら、聞いている人は、私だったらこうするのにな、などと考えたりするわけです。他にも、引きつけるテクニックというのがあります。あえて、無言という間を作る。これによって、今まで流暢に話していた人が、突然無言になりますと、あれ?どうしたんだろう?と言って、演者の方に注目が集まります。他にも、集まっている人たちに対して、体を動かすような仕組みを作る。というのも手です。参加型にするのも良いと言われています。クイズを作ったり、穴埋め形式のスライドにする。5分に1回笑いが必要だという人もいます。なかなか5分に1回笑いを取るというのは難しいんですけれども、これは一体どうしてなのかということをですね、説明したいと思います。まあ、スライドで行うプレゼンテーション、まあ、プレゼンテーション全般に言えることですけども、原則があると思います。横軸、X 軸に意味がないとためになるを引いてます。縦軸、Y 軸に面白い、つまらないという軸を作ってみました。例えば、意味がなくてつまらないもの。これは、プレゼンとしては聞く価値がありません。意味がないけれども面白いもの。まあ、これはお笑いということでどうでしょうか。面白くてためになる。これが上手なプレゼンテーションではないでしょうか。
一方でためになるけどもつまらない、こういった経験は皆さんないでしょうか。こういうことを考えますと、できるだけ面白くてためになるプレゼンテーションを行うということは大事なことではないでしょうか。まあ、そうしますと5分に1回とは言いませんけども、笑いを取るというのも重要なテクニックかもしれません。プレゼンテーションを行う上で気をつけるべきこともあります。例えばノイズと言われるものです。とか、これはというものです。これは気づかないうちに出てしまうもので、なかなかなくすことは難しいものですけども、実はこのノイズがありますと、聞いている人は内容に集中できなくなってしまいます。しかしこれ自体は練習をすることでなくすことができるとも言われています。ある程度は減らすこともできます。例えば練習法として自分がプレゼンテーションをしているところを携帯電話などでビデオ撮影するというのもあります。後で撮影したビデオを見てみると自分が驚くほどノイズを出していることに気づきます。もう一つはテキストを無視しないというのもあります。これはスライドに書かれてある文章は必ず触れておくということなんですけども、実はスライドに書いてあることを無視しますと聴衆が追いつけないという状況になります。今言っていたのは一体どこのことなんだろうかと思考停止に陥ります。実はこのことは一瞬でしかかかってないんですけども、その思考停止があった状態でスライドが次のページに行きますと、さっきのは何だったんだろうというふうに考えてしまい、どん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 時間が過ぎます。そうしていきますと内容が全然頭に入ってこないということも時々起きます。ですので書いてあるテキストはできるだけ無視をしないというのも一つのテクニックです。最後にスライドのデザインについて少しご紹介したいと思います。よく言われることですけども、文字のデザインについてです。文字の大きさについて。現在表示してあるのは60ポイント、40ポイント、28ポイントと、数字と文字の大きさが同じものになっています。どの程度の大きさが見やすいかということをつかんでください。おおよそ40ポイント弱あれば十分ではないかと思います。また、文字に関しては、見やすいフォントと見にくいフォントがあります。一般的にお勧めされるのは、メイリオと言われるフォントです。昔のパワーポイントには、ありませんでした。これは、ゴシック体と言われる系統のフォントになります。以前のパワーポイントでは、MS ゴシックというのがありますので、それを使う方法もいいです。非常に綺麗なゴシック体のフォントになっています。一方、明朝体というフォントもありますけども、これは長文の時にいいと言われています。それは明朝体が長文にしても目が疲れないフォントだからということです。多くの本では、本や文章では明朝体になっているのはそのためかと思います。スライドでは、メイリオやゴシック体を使ったものが非常に見やすいです。もう一つ申し上げますと、実はフォントには日本語とアルファベットのフォントがあります。それぞれは実は高さが異なっています。今画面に表示していますアイウェオというのはメイリオです。真ん中のアペンディクスというのはキャリブリというフォントを使っています。これはエイジフォントというもので、日本語には対応していません。その右のアペンディクスは、メイリオというのをフォントを使ったアルファベットの並びになります。それぞれの高さが違うことがわかるでしょうか。真ん中のキャリブリというエイジフォントでは、X という文字の高さと上下が合っています。
はここに X の中心に文字全体の中心が来るようになっています。P は下に突き出て、D は上に出るようになっています。エイジフォントは X の高さに統一されているために、日本語と並べてしまうと非常に読みにくいことがあります。この場合は、日本語のフォントでアルファベットを書くと少しは是正されます。行間に関しても見やすい行間というのがあります。詰めて書くよりも少し開ける方が見やすいと言われています。それから文章が長い場合には長さを調節することも重要です。基本的には単語の途中で文章が切れないようにシフトとエンターを押します。そうすることで上手に開業することができます。次に図形のデザインテクニックです。実は目が疲れない図形というのがあります。それは図の左側でなく図の右側にあるものです。これは影がありません。グラデーションもついていません。立体的でもありません。PowerPoint の最初の設定で表示される図形というのは、実はこの左側の影もあって、グラデーションもついていて、立体的になったものです。実はこれがたくさんありますと、非常に見にくいスライドになってしまいます。時々この上に文字を重ねたりするんですけども、文字もよく読めません。これらの設定を全部消しておくと、非常に見やすい図形になります。最初の設定をデフォルトと言いますけども、そのデフォルトの図形を変更する方法として、作った図形を右クリックします。そうしますと、規定の図形に設定というメニューが出てきますので、それをクリックします。そうしますと、次回から同じスタイルで図形が描けます。もう一つ申し上げますと、デザインテクニックの原則と言われるのは、実は読み手が疲れない配慮をすることと言われています。先ほどの立体的な図形を使わずにフラットな図形を使いましょうというのは、実はこういうところにもあります。今画面に表示されているのはフラットな四角の中に文字が入っています。実はこの文字はテキストを入力という機能を使っていません。あえて文章を別で作って、それを上から重ねています。実は図形から文字まで4つの隅が揃うようにしますと非常に綺麗に見えます。実はこういった別々のことを行わないと見にくいものになってしまうことがあります。非常に手がかかるわけです。しかし、デザインとは気遣いとも言われるように、いろいろとテクニックを使って、いろいろと手を尽くして行うことで、非常に見やすいものに初めてなることができます。実際にスライドをどういうふうに作っているのか、少し実演してみたいと思います。今表示されていますのは、この今回のプレゼンテーションの一番最初のスライドの元になったものです。では実演してみます。今写真とその上にタイトル、それからここに文字が表示されています。でこの写真なんですが、たくさんの文字があってです。非常に見にくくなっています。そこで、この写真に関しては、修正という機能を使って、あえてぼかします。ここにぼかす機能がついています。そうすると、文字が浮き立って見えました。これだけでも随分と見やすいです。文字に関しては、文字のオプションの中の交際という機能を使ってみましょう。交際の中で色だけを指定すると楽です。
白を指定してみました。そうすると黒文字の周りが白く光ったようになっています。写真と文字の色が重なっていると見にくいですので、こういう機能を使うと見やすくなります。次にタイトルですけども、これも白い色だといまいちしっかりと見えません。そこで文字のオプションの輪郭をつけてみましょうか。単色にします。今いきなり文字がベタッとなりましたが、ここの幅というものが実は調整されていました。この幅を増やしていくと文字が潰れるほど分厚い輪郭ができます。この状態でこのタイトルをコピーします。そして輪郭を消します。文字の輪郭の線なしを選びます。そうすると最初の状態が出てきます。最初の状態を先ほどののに重ねるようにしますと、ちょうど最初に作った文字の輪郭の上に重なって非常に綺麗な強調された文字が出てきます。実はこういったテクニックを使って一番最初のスライドは作ってありました。こういったことはなかなか大学とかでは習うことがありませんでしたけども、非常に重要なテクニックと思っていろいろと勉強することができるかと思います。参考図書を紹介しておきますので、ぜひ一度ご覧ください。ご清聴ありがとうございました。